おいす、こんにちは、アムリです。はい、ということで、ガンホーコラボの最終考察になります。明日には絶対やらなきゃいけないんだけど、明日は遊戯王コラボがもう始まってしまうので、まあ、俺は明日やらないだろうというのを踏まえても、今日、日曜日、土深夜ですけども、もうやっておこうという感じですね。一応、火曜日の朝10時まではやってるんかな？そんな感じでしたっけ？ということでね。はい、じゃあ、また改めて性能も見つつ、ティアリストにいつも通りね、こう分けていこうかなと思います。毎度のことなんですけども、S ランクから D ランクまでありますけども、S イコール確保必須というよりは、このガンホーコラボ内で見たときに優劣をつけるために、まあ、このキャラは S かなみたいな感じで、やっていきます。で、なおかつ左側がさらに強いみたいな、 S の中でも左側が結構いいよねっていう話になってくるので、その辺はご理解いただければなと思います。はい、ということで、今回はガチャキャラでいいかな。交換場に関してはな、ガマ吉、ガマ忍者、ちょっとここベッドだな。ガマ忍者とアキレウス先に評価しておきますね。ガマ忍者とアキレウスは両方 A ランクですね。 A ランクの中でも結構左の部類に来ると思っておいてもらえればいいんじゃないかなと思います。ちょっと今回ディアリストの中に入れてないんだけど、メダルは。はい、まあそんな感じですけども、この辺は A ランクの左側と、特にガマ忍者は取れるんなら取った方がいいと思います。76にできるということで、盤面ギミックが今後コロシアムでももしかしたら来るかもしれないし、で、敵水属性をね、得意に変えてシバドラでワンパンするよみたいなこともできると思うし、まあ何かと便利な活躍見せてくれるんじゃないかなと思います。特にあんまりこうガチャキャラとか持ってないよみたいな、課金とかあんまりしないよみたいな人こそ、こういうのはね、持っとく価値あるんじゃないかなと。で、アキレウスに関しては、キリンで周回をしたいよみたいな人、キリン2体持ってて周回したいよみたいな人は、サブにワンパーツで入る可能性があったりするので、そういうの目当てでね、持っとくのはいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、じゃあね、ガチャキャラの方をやっていきましょう。ガチャの順番に並べてありますというところですね。はい、じゃあまずオメガですね。オメガが、はい、オメガなんですけども、まず進化前は1ターンのロック解除できるキャラクターですね。使うかと言われたら使わないと思ってます。はい、僕はですけど、使わないんじゃないかなと。マジで出番薄くないですか？これ使ってるんかな、みんな。どうなんだろう。僕個人としてはマジで使わないですね、このキャラクター。本当に前回の、もう全然前回ぐらいのガンホーコラボから使ってないぐらいで使ってないですね。このダークカラーも、サブエンハーとかあったり、列先生とかあって、昔は強かったんですけど、今の環境でじゃあ使うかって言われたら使わないかなと思います。で、まあ、強いて言えばこの武器は、まあ、使う場面があってもいいかなぐらいですね。列強が3つあって、チーム HP2 個あって、50倍か強化あって、サブエンハっていうところで。もう1個は操作負荷と列強っていう感じですね。チーム HP もあるので、まあ、使えなくはないんだけど、わざわざ使うほどの性能はしてないかなと思ってるので、僕はオメガはね、B ランクぐらいでいいんじゃないかなと思いますね。入っても A の後ろって感じだね。A の後ろから B っていう感じかなと思いますね。さすがに C までは落ちないんだけど、まあ出番ないかなと僕は思ってますね。はい、次行きます。次、つくよみですね。水属性、つくよみは、新しく武器のね、進化をもらいましたと。まずは、この、進化前は、5ターンのエンハースループがこいつの強みにはなってくれるかなと思います。まあ、じゃあ使いますかって言われたらちょっと微妙なラインですね。無効貫通、今ね、水属性つい1個前に出したんですけど、エールストライクガンダムだったり、今回の、遊戯王コラボの会話、あの辺が無効貫通でめちゃめちゃ火力は高くなってます。ただまあエンハンスなくても強いんだけど、まあ超重力100分の1とかね、その辺になってきたらエンハンスは欲しくなってくるかなと思いますが、使うかはちょっと微妙な微妙なラインですね。で、ダークカラーに関しては2ターンで打てる、まあ、生成という感じですね。一応回復力操作時間の、まあ、上書きとしてもね、使えたりはしますということで、まあ、使い道としては悪くはないかもしれないけど、でもな、使わないかな。使うとしたらね、この武器だと思います。副属性を水に変える無効貫通武器。これが、4種類ぐらいしかないと思う。これと、バンドのソニアと、ホノリン・アワリン・モリリンのあの、アワリンの武器と、あとね、キングダムの誰かしらの武器。属性吸収3ターン無効化にするみたいな、そんな感じの武器。4種類しかないので、チーム HP 持ってて、この武器はね、なかなかいいんじゃないかなと。武器評価込みだったら結構上がれるかなっていう。で、もう一個はマシンキラー持って、泥鏡持ってっていう感じですね。正直もうこの武器以外にあんまり使い道ないんじゃないかなと。まあ、強いて言えばダークカラーが使われる可能性はあるかもしれないなぐらいなものですけどっていうところですね。まあ、武器評価で無効貫通の副属性水に変えれるということで、今 A ランク暫定って感じですね。A の後ろぐらいにはつけれるんじゃないかなと思ってます。次行きます。ゴリラ。ライザーですね。ライザーはスキフがいっぱいあります。スキフ8個素で持ってて、あとブレスなので、被災の表情とか、ああいう最後に遅延耐性とかなんかおまけのね、
ピーでも何でもいいんだけど出てきてブレスで抜きます。道中はなんかポン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 他のブレスで抜いて後半ライザー溜まり直してからの打つみたいな使い方はできたりするけど、まあでも今じゃあ欲しいかって言われたらまあなくていいっていう、はい。ダークカラーに関しては吸収無効っていう感じになってますけど、いやー使わないでしょうね。火力も中途半端だし、特にそんな強みはないかなと。武器は指プラチームHPにこの攻撃だっていう感じです。まあまあこの武器は強いて言えば使い道はありそうかも。うん、いやスキルがなアシストとしては弱いよな。ダークカラーは水コンボ強化悪魔キラー毒3つですね。ダブル吸収無効、いやーなんか全然強み感じないですね。うん、 B ランクの後ろぐらいかなっていう感じですね。なんだったら C に入ってもいいかもしんないぐらい、はい、いらないです正直。で次いきます。次がねラファエル。ラファエルは光か、副属性光と。ラファエルはねまずはこの進化前はなんか出番あってもいいかも。回復ドロキャプラスが2つあります。で、スキルが4つありますよ。で、スキル内容がね、汎用性高いです。消せない場合の覚醒無効全開とダメージ激減できます。これはね、敵の攻撃が強いダンジョンに行くってなったら、まあ、なしじゃないかもしれん。うん。なしじゃないかもね、ぐらいなものですが、じゃあ欲しいかって言ったら、まあ今いらないよねっていう感じですね。ダークカラーに関しては、十強持ってて、L 字持ってて、アシスト無効と会長数でつけれるけど、ドロ強持ってるのは偉いかもだけど、7ターンは操作時間回復力、貴族戦発動、ジンです。うん。いやー、いらん。いやー、いらんだろう。ドロ強回復と木で、両方補えるっていうのは強みになってくれるんかな。いや76リーダーなんで、まあもしかしたらだね、これも。うーん、今はいらないけど76リーダーっていうのもあるので、まあ使えなかないのかなみたいな性能です。で武器1個目、これはいいと思う。スキブ封印雲チーム HP で、操作時間とか回復力とかダークカラーのスキル、これはね覚醒が強めだと思う。うん、なかなかいいよ。操作フッカーじゃない場合と雲と封印とスキブ漏れるの、これはねないんでね、いいと思います。もう一個は封印2個の50倍以上の追撃の回復ドロ強です。ダメージ激減、いやいらんだろ。いやいらんやろ。まあ使うんだったらほんとダークカラーかまあ武器かなみたいな、まあそんな感じですね。 B のまあオメガよりはね前にいてもいいんじゃないかなっていう感じに思いますね。はい、次いきます。次ベルテ、ベルベルベル、はい、ベルテ。ベルテは2ターンで打てる、ちょっと今ごめん、ベルテは2ターンで打てる、ロック解除生成で操作時間延長もできますよっていう感じ。蝶つなぎになっているので、まあ蝶つなぎを攻略で使うんだったらちょっと便利かなみたいな感じですね。リズレットとかの編成とか、モーブ将軍とかあの辺でまあ一応使ったねぐらいで、今はじゃあいらないねみたいな。うーん、暗闇貫封できていいんだけど、いやーでも木の蝶つなぎが今いないからなみたいな。はい、でデフォルメに関しては無効貫通持ってます。2ターン変質弱。はい、まあそんな感じですね。うん、使うんならまあ進化前でしょうね。進化前ロック解除役って感じですけど、今の環境でいらん。今の環境でいらないんすよ。はい、うーん、こんぐらいかな。でもなオメガよりまだ使い道ありそうな感じはします。まあこんぐらいかな。うん、まだ何か使えるレベルがあるかもしれないけど、まあアシスト進化ないんだよな。そこだけちょっと気になるよね。はい、そんな感じです。ということで次いきます。次新キャラですね、シグルズ。光の方は俺残してるんでしょうか。シグルズは、あ、いた。一応3体確保してますけど、まあいらんやろな。シグルズまずは進化前は2ターンで打てる5コンボ加算とエンハンス。うん、これはコンボ吸収とかのダンジョンがきついなっていうところにはいいのかなと思いますが、まあ今すぐ使うような性能ではないと。注目するべきはまあダークカラーかなっていうところですね。トゲ目覚め唯一無二です。ただ 40% 目覚めらしくてめちゃめちゃ降ってくる。今の環境のダンジョンだったらいらない。いらないですね。ただ今後トゲ目覚めとかどんどん来ると思うんですよ。まだね、潮流で初めて来たギミックですから。なので今後ね、目覚めがうわきついわみたいな、潮流のボス階層みたいに11ターンの間トゲ降ってきますみたいな、それを2ターンで上書けるってなったらまあ便利なんじゃないかなみたいな、まあそういうことにはなるんじゃないかなと。なんでまあちょっと今後に期待かな。チーム HP を素で持ってるのは強いと思うので、 L 字も持っててね、アシスト無効とかの潜在もつけれるし、ちょっと今後に期待がかかるようなキャラクターにはなってますが、今すぐはいらないかなっていう。武器に関しては封印と L 字2個の泥強2色、うん、まあロイヤルノーチジャスって感じで、もう一個は4色封印チーム HP チーム回復、まあ別にそんなに強くはないかなっていう感じですね。うん、
まあ A ランクには入るかなみたいな、 S には入れないかなって感じですね、うん、今後にちょい期待かなっていう話でした。はい、次行きましょう。次クルセイダーですね。クルセイ、クルセイダー、三属性目をもらいました。うん、いる10強2つで三属性目もらっても、なんか、デコピンも入らんのんだけど、みたいな。小指でソフトタッチみたいな火力しか入らないんですけどね。3ターンで打てる、ロック解除と属性吸収無効と無効貫通。まあ、これは強いですね。この辺は強いと思うし、まあ、クルセイダーはいつまで経っても武器は強いと思います、やっぱり。スキブにチーム HP にこの軽減ループ。うん、まあ、これ一旦のスキルとかのキャラクターにつけてあげても軽減ループしてくれるので、クルセイダーはね、僕は S ランクでいいと思いますね。これはやっぱり、どの環境かでもねずっと強いなって思いますね。何かしら使いたくなるね。最近はねチャコルとかさ、あとは今回のマートゥールとか、うん、軽減ループね、うん、素でやってくれるようなキャラクターがちらほら登場してくれてるので、まあそこで使うケースが多いんですけどね。まあアシストとかでちょっと欲しいなみたいなケースには強いかなという感じで、まあクルセイダーは1体持っておけば十分いいかなと思いました。はい、次行きましょう。次がベリアル。いやーベリアルね、どうですかベリアルの強化。皆さん10強もらいましたよ、ついに。ついに何年越しですかねこれ。皆さんが願った10強がつきました。もういらんてもういらんねえ。回復道の強が6つ、まあ3個プラスで持ってるのはこれ強いと思うね。超覚醒10強とかあるけど、まあ結局スキブプラスで使うと思うわ。はい、まあ回復力の補える量はかなり高いと思います、一人で。うん、で覚醒無効とか消せない解除が4ターンでできるようになったので、うん、悪くはないと思いますね。出番あっても全然いいと思います。ただまあ今の環境だとちょっとね、こういう回復泥強持ちも結構増えてきたし、覚醒無効解除とかもね4ターンとかね3ターンとかでできてくるキャラクターもいるので、まあ A ランクの前の方かなっていう感じです。今の環境だったらシグルズより使えるんじゃねえかって思いますけどね。うん、まあ持っておくと便利かなっていう話ですね、この携帯だけで言っても。他の携帯もねちょっと触れるんですけども、これ毎ターンロック解除できますよというところでね、操作時間も上空きできるので編成によっては結構便利なケースがありと。で、これが新しくもらった武器ですね。スキブマイナス闇不要の 50% 以下の悪魔キラー大量キラーのダブルキラー持ち。まあこれはね、うまく刺さればかなり、ハマる武器になってくれるんじゃないかなと。で、もう一個は雲、追撃、神キラー、回復努力をチーム HP で、まあ隠せることが解除できますよと。なんかいろいろつきますけど、使った試しはないですね。だから、まあ使うとしたらやっぱり、ダークカラーとかこの本体とかが強いかな、このキャラクターはね。はい、まあそんな感じですね。まあ持っておくとね、使うケースは全然あるかなと僕は思ってます。ということで、まあ A ランクの上の方には入れるかなとは思ってます。次行きましょう。マリウス。これも確定購入ですね。マリウスは4色でまず進化前火力出してくれます。スキルが結構強いんで、スキルでの採用があるかなと。消せない解除と、あと操作時間延長ですね。この辺はね、便利ですね。消せない解除、最近欲しいからね、結構環境的にも。で、ダークカラーに関しては4色いっぱい持ってます。はい。これ火力十分出ますね。で、5ターンで打てる HP1 になって回復激減だけども、ダブル吸収無効と。うん。4色なので、どうしてもね、多色パイになっちゃうんですよね。悪魔タイプだったらディオとかビッグマムになっちゃうんだけども、まあ、その辺では綺麗にはまってくれるようなキャラクターになってくれるかなっていう印象です。もう最近はルフィと合わせてどうのこうのはあんまり見なくなったかな。武器チーム HP2 個チーム回復2つ、うん、これダブル吸収も強いです。これは普通に強いと思います。で、もう一個の武器は無効貫と 50% 以下とチーム HP と指プラで3ターンで、まあ、進化前のスキル据え置きと。無効貫通つけれる悪魔タイプの武器です。悪魔タイプ付与の武器ですね。まあどうかな。 S ランク、S ランクS ランク、いやーどうかなこれ。 S ランクの後ろの方か A ランクかっていう感じです。まあ S に入れといてもいいんじゃないかなっていう。一旦 S でいきましょう。はい、次新キャラですね。ヘラ。ヘラは闇闇ですね。確定購入枠ですね。はい、ヘラですね。こいつは悪魔タイプのエンハンスがループできますよ。10% のグラビティ入りますよと。火力は浮遊でかなり高いです。無効貫通の武器つけて、無効貫通主体とする編成でも結構強いかなっていう印象はありますね。うん、火力本当にめっちゃ高いよ。で、悪魔タイプエンハンスなので、遊戯王コラボ結構悪魔タイプとか多いので、まあそういうところにも綺麗にはめてきてはいるのかなみたいな印象は受けますね。はい、まあそんな感じです。じゃあ、替えとはならないかな。買うべきかっていうと、ちょっとおすすめ度低いかなっていう最近のキャラに比べると。まあ、もしかしたら今後使うのかもしんないけど、エンハンスループかーって感じなんですよね。最近欲しいのってエンハンスループっていうよりはね、なんか、軽減ループだったりとか、
なんだろうな、ルーレットループとかも欲しいよな。エンハンスループ、まあ別に強いっちゃ強いんだけど、火力ってね、まあ倍率とかそういうのでごまかせたりするからな、とか思ったりはしますね。どうかな、 S の後ろに入れてもいいかなっていう、もう本当にこれもね、A の前か、S の後ろか、みたいな。そんな感じですね。火力覚醒はマジで高いんですよ。だからハマると結構強いと思うんですよね。なんで、まあ、一旦ちょっと期待も込めた S の後ろに入れておきましょう。武器もね結構いいんでね、まあなんやかんや武器もスキブと封印と無効貫通です。で読み属性副属性付与してくれます。まあこれもまあまあ、うん、覚醒は悪くないかなっていう感じですね。はい、まあ A でもいいかもしれんな。ちょっと一旦考えます。はい、先行きましょう。次、非属性ですね。非属性誰君な。はい、レアリティが下がるかな。迷信ですね。星6と火のコンボ強化がいっぱいあって、チーム HP を素で持ってるようなキャラクターですよ。6ターンで打てて、全員エンハンスが打てるような感じにはなってますが、んー、まあ出番は薄いかなと思います。はい。究極進化になると、スキブが6個あります。無効貫通で火力がまあそこそこに出ます。体力タイプには刺さりやすいですよ。スキルは一緒と。デフォルメに関しては2ターンで打てるね、生成にはなってくれますよって感じですけど、まあ芝ドラでええやろと。いう感じになってくれるので、うん、まあ出番ないでしょうね。うん、まあ C ランクかな。うん、D まで落としてもいいかもしれないけど、まあ一旦 C かなっていう感じです。はい。次行きましょう。次、新キャラですね。ロジェロですね。まあロジェロはね、強いですよ。どうしようかな、これ。ロジェロが、俺もどっか行ってるな。進化前。はい。進化前は3ターンで、あ、3ターンじゃない、スキブ3つの23ターン変身ですよ。その後変身すると10強4つ暗闇貫通です。で、3ターンで打てる無効貫通と非変換ですね。うん、強い。これは強いですね。ロジェロは強いです。ロジェロはやっぱ S。ロジェロがやっぱ一番いいと思うんだよな、今回ガンコラの中でも。うん、かなりいいかなって思いましたね。はい。このキャラクターはまあ引けたら勝ちかなって思います。強いと思います。で、デフォルメもまたこれがね、なかなか良くてですね、バインド耐性付与のリーダースキルなんですよね。シバドラの周回で今後役立ちそうなんですよね。バインド耐性シバドラって超覚醒でつけなきゃいけないじゃないですか。まあ、大体超つなぎにするじゃないですか。なので、バインドが来るようなダンジョンってなると、バインド耐性の武器をね、つけてあげなきゃいけなくなるんですけども、ロジェロがいたらね、そこ何でも良くなるんですよね。それはさすがに強いやろと。いうところで、まあ、スキルもダブル吸収無効ね、2ターン後に発動ですけど、まあ、この辺ももらってて、これは間違いなく強いです。はい、次行きましょう。シャオシンだったかな、名前が。シャオシンは副属性なし。副属性なし。110で止まってます。なんかもう、さっき見た非属性のやつの水属性バージョンみたいな覚醒持ってるね。チーム HP2 コスで持ってますよ、と。で、12ターンで打てて、76人できて遅延できますよ、って感じですね。いやー、使わんかな。12ターンでしょ？ちょっとなかなか使いづらいっすね。究極進化になると、スキブは4つあって無効貫通って、今度は攻撃キラーで、攻撃タイプには刺さると。スキルは一緒ですね。で、転生進化はデフォルメですね。スキブ4つあっての、回復ドロキョウ4つあるのはまあいいんじゃないでしょうか。無効貫通あって、ちょっと火力弱いね。これだけだとちょっと弱いかな。5ターンで打てる消せない状態、回復消せなくして、ダメージ軽減しての覚醒無効の全回復と、まあ実質一応どっちも解除っていう枠で、まあ使えなくはないかなみたいな感じですね。うん、まあ悪くはないんじゃないかな。B ランク、うん、まあ転生のデフォルメがまあまあもしかしたらぐらいかな。ライザーよりは、ライザーよりは使えるんじゃねえか。そんな感じで、この辺に位置しとこうかなと思います。はい、次行きましょう。次、新キャラですね。なんだっけ、アウズンブラ。それね。22ターンで変身できますよと。変身するとチーム HP スで4つ持ってるダブル吸収無効枠、サブエンハ。うん、これ強いっすね。これは強い。うん、これ、あれですよ。誰だっけ、パティ。持ってない人とかは代用になったりするね。まあ、パティでええやろっていう風になると思うんですけどね。うん、まあ、この辺かな。まあ持っておくとね、今後ウルフデータのとかその辺の編成でも便利なんじゃないかなとは思います。サブエンハは結構強いと思うよね。うん、ただこの10強10強無効で火力がじゃあ出るかって言ったら出ないんだよね。中途半端、うん、火力覚醒だったらもういらんっていう、だったら回復ドロキョウとかつけてほしいわっていうね。はい。で、デフォルメに関しては無効貫通でまあ火力がそこそこ出ます。ダメージ半減できますよ。操作時間ループしますよと。うん、まああんまり使うケースないかもしんないけどね、時間操作時間が欲しい人はいいかもしんない。まあ進化前がメインでしょうと。はい、次行きます。ククリ姫、ちょっと僕1体しか引けなかったんですよね。これ
うん、2体目欲しいんですけど、じゃあわざわざ引くかって言われたら引かないと。ククリ姫副属性なしか。副属性なし、いた。ククリ姫まず変身の方ですね。変身25ターンです。変身すると、向こう貫通と浮遊で火力出ます。まあこれは十分高いでしょう。2ターンで打てる生成ですね。だから向こう貫通として生成枠としてはめっちゃ強いと思います。はい。回復も消さないしね。リーダースキルも固定ダメージ打てるし、木を9個繋げるだけでいいので、これ便利ですね。コンボカさんもやってくれるしね。うん、このリーダースキルはまあまあいいと思います。今後木の向こう貫通がどんどん来た時には、リーダー運用としての採用はありなんじゃないかなと思います。ただね、デフォルメが今後使われそうな未来が僕は、見えます。はい。スキーブが6個あって、無効貫通でまあ火力出るじゃないですか。10強とかもあるんですけど、7ターンで軽減ループできるんですよね。これね、木の無効貫通を主体とする編成に、軽減ループなんか1枚欲しいなってなったら、もちろんチャコルとかでもいいと思う。ハロウィンチャコルでもいいと思うけど、一番じゃあ相性がいいのが誰かってなった時に、やっぱデフォルメのククリ姫。これがめっちゃいいんじゃないかなって思いますね。まあ、ここにも冬欲しかったけど、ね、これ冬あったら最強だったけどね。はい、ちょっと残念ながら冬はないんですけどね。うん。まあそんな感じになってますが、まあ軽減ループでエンハンスもあるので、これはね、いいと思う。うん、スキブ6で採用もしやすいと思う。編成にも入れやすいと思うので、この、携帯はね、ちょっと未来があるぞ。未来があるぞ。A ランク。はい、うん。今の環境だとあんまり使わないかなって思いますけど、まあ一番前ぐらいでいいんじゃないかなと思います。はい。次行きましょう。次が君がマトゥルかな。マトゥルトゥルトゥル。マトゥルさんは副属性、ヒキーキーだったかな。はい。マトゥルまず進化前、超つなげ2個持ちになってます。回復泥鏡が2つありますね。プラスで。で、スキル5ターンですよ。操作時間回復エンハンス、スケットエンハンス、貴族性もエンハンス、あ、リーダーもエンハンス。ちょっと順番がごちゃごちゃしたね。うん、エンハンス、リーダー、スケット、貴族性。これいいね。うん。ただ、木の蝶つなげいないんだよ。いないっつか、ゲルググはいるよ、もちろん。ゲルググはいるけど、あれもうコロシアム専用機みたいな、もうそんな感じじゃないですか。周回系じゃないですか。だから、まあ、なんか、こう、蝶つなげでゴリゴリ攻略で使っていくみたいな環境じゃないんですよね、今。なので、そういうところだとちょっと微妙かなっていう。これ攻略に使いたいようなさ、スキルじゃないですか。リーダースケットエンハンス。まあもちろん周回でも使えるっちゃ使えるんだけど、うん。攻略がメインになった時には強いんじゃないって思いますね。うん、泥鏡を一人で2種類こんだけ漏れるんでしょ。いや、結構いいと思う、マテルは。なかなかいいと思います。はい。で、進化後、究極進化かなに関しては、スキブが6個の、まあ、最高9個の3ターンで打ってる、3ターンの間、木とか行くの目覚めかけての、ループしましての、生成して強化。うん。結構いいよね。結構いいスペック持ってると思います、マトゥル。なかなか強いですね。で、最後、決め手のデフォルメね。76の軽減ループ。これ強い。これは強いよ。指プラ3つ持ってんのが偉いわ。はい。で、スキルも最高7から、うん、できるし、4色恋強化、まあ中途半端やけど、うん、これは強いね、S ランク入れていいかなっていう思います。まあ、この辺に行っていいんじゃないかな、マトゥルって。うん、全然強いと思いますよ。はい。これは今後とも何かしらの編成で使われてもおかしくないかなって思います。まあ、ルフィがね、最近見なくなったんで、ちょっと出番があれかもしんないけど、まあ、76なんで、使い道ありかなと。で、次、名前全然わからん、これ。誰？光、副属性なし。はい、エクレールですね。エクレールは回復泥鏡をいっぱいもらったねって感じ。で、スキルはまあ4つで止まると。操作かと雲持ってるの偉いね。で、7ターンで打てるロック解除からの光回復生成と消せない覚醒無効全回復。うん。まあ、使えるっちゃ使えるよねっていう。使える出番はあってもおかしくないかなって感じですね。回復力こんだけ漏れてって、まあ言ったらあのベリアルみたいな感じですからね。うん。スキルターンはちょっと思いたいですけど、光編成の中ではまあサポートに特化できてて、いいと思います。はい。お邪魔耐性もあるわ。うん。これでまあありそうよ。うん、なかなかいい性能もらえたと思ってますね。究極に関してはキラーがいっぱいあるよ。以上。やっぱ攻撃タイプの、なんか、ランダムとかでハマるケースあるかも。で、デフォルメに関しては無効貫通あるよ。冬はないよ。2ターンで打てる光を毎ターン、あ、だから2体でループできるような光生成にはなってますけど、まあ使わないと思います。はい。まあそんな感じなので、まあこの進化前が結構評価高いね、このキャラクターは。うん、エクレール悪くないと思います。まあ B ランク一番前ぐらいでいいんじゃない？うん、なかなか、いいんじゃないでしょうか、このキャラクター。ちょっと気になるキャラクターですね。はい。次行きます。名前がバリスタだったかな君は。バリスタですね。バリスタは半減が2体でほぼほぼループできるよっていうのが一応注目ポイントかな、今回は。チーム一応持ってるんだけど。
11ターンで5ターン半減します。操作時間とルーレットもループじゃないか。5ターンします。うん。1ターン生まれるんですけど、何もないターンが。2体で半減がループするんですよね。だから、言ったら闘技場、何あれ、闘技場ボスラッシュみたいなダンジョンのところでは、うわ、もう軽減、その 35% なんかじゃ足りないよ、みたいな。半減毎ターン欲しいわ、みたいなところでは、もしかしたら出番あるかもしんない。もうそんな感じですね。普通の通常の攻略ではね、あんまり出番ないかなって思ってますけどね。まあ、スキルもこっち多く漏れるしっていうところで、まあなんかね、そういうマジで難しいところの耐久力をメインとしたとこには、もしかしたら便利になるかもしれないですね。はい。デフォルメに関しては10ターンで打ってる3ターン継続するダブル吸収無効です。はい。まあ微妙。微妙。まあ B ランクの、この辺でいいんじゃないでしょうか。まあ、この辺かな、みたいな感じですね。オメガ下げようかな。オメガ絶対使わないもん。この辺に下げてもいいかもしんない。まあ、そんな感じですね。はい。以上って感じで。うん。次、ゴーストリング。はい。浮遊がつかなかったら残念ながら、ゴーストリング10強4つで止まってます。火力はまあちょっと常住力最近の200分の1とかになると弱いですね。2ターンで打てる生成、まあこれは強いと思いますけどっていう。武器に関しては50倍以上強化とスキブですね。ちょっと前に比べると今の環境だと評価がだいぶ落ちちゃうかもしれない。A ランクの後ろぐらいにはつけれるかなって思いますけど、ちょっと今の環境だと採用しづらくなってきたかなっていう感じですね。常住力まあ80分の1でまあみたいな感じですね。50分の1とかだったら全然ありだったんですけどね。ちょっとどんどん重力上がってきてるんで、その辺では使いづらくはなってきたね。浮遊がついたら強いと思います。はい。次、名前君は誰でしょう。これシドリ、これね今後あるかもしれんからね。今回、セイレン&リリスが強化されましたね。セイレン&リリスが強化されたことによって、まあ、シドリも実質評価が上がってます、これも。毎ターン生成できるんですよ。雲こそ発生しますけど、闇と水をね、毎ターン生成し、回復ドロップはセイレン&リリスが生成すると。で、泥強でエンハンスがこれでね、セイレン&リリスかかりますから、結構相性はいいね。セイレン&リリスを今後使うぞってなったら、まあ、シドリは必須でしょ。ぐらいに強いかなって思いますね。A ランクに入れちゃっていいんじゃないかなって思いますね。ゴーストリングより前でいいかな。まあ、この辺に入れちゃっていいんじゃないかな。結構いいと思いますよ、このキャラクター。はい。で、ちょっと今、究極進化から言ったわ。進化前に関しては、これスキル。4ターンで打てるスキルなんですが、HP 満タン時、ダメージ無効貫通が2ターン継続します。はい。これ、ウルトラマン、誰でしたっけ？ウルトラマン誰かさんと同じような感じなんですよ。これ。トリガースカイタイプ。ダメージ無効貫通、HP 満タン時、スキル効果が2ターンになります。はい。これに似てますよね。はい。4ターンでこれができるキャラクターって、まあ、なかなかいないので、まあ、そういった面でももしかしたら使われてくるんじゃないかなっていうところはありますね。はい。まあ、HP 50% 回復しますけど、これ結局、50% 回復してからの条件にはならないんだよね、多分。HP 50% 回復する無効貫通を、打つ、HP 満タン時スキル効果が2ターンになる。今試したろ。はい、ということで試していきましょうと。まずは、攻撃を受けたいですよ。受けますよ。はい、受けましたよ。ここで2ターン継続になるかどうかって話なんですよ。はい。ならない。ならないと。だから、HP 満タンになっ、あ、そうか、これ後半なんだ。なるほどね。だからコンボして初めて満タンになるから、ああ、そういう感じだ。オッケーオッケー、理解理解理解。ならない。ならないです。結論ならないです。なので、満タン、もう本当に最初から満タンじゃないと2ターン継続にならないという感じですね。HP 50% 回復は後から、ついてきますんで、その辺はちょっと注意が必要かなという感じでした。で、デフォルメに関しましては、3色攻撃強化、まあ中途半端ですね、これだと。チーム回復で回復力漏れますよ。5ターンで打てる操作負荷左作ります。これまあ上書きとして便利だね。で、覚醒無効消せない解除とかできますから、スキル内容はかなりいいと思います。これはね、まあ、使い道全然あってもおかしくないかなっていう印象ですね。はい。まあそんなところになっております。次。いきまーす。次、アサシンですね。アサシン、新キャラですね。アサシン結構強いリーダーでしたね、使ってみたら。
アサシンは変身キャラ24ターン変身ですよ。これね、2ターンヘイストなんですよ。これ強い。で、変身すると10キロ4つ、闇コン、非コン。はい。で、2ターンで打てる生成ですね。自分に必要な色を作ると。めっちゃいいと思います。はい。まあ、リーダー性能としてはかなりいいものもらってるかなと。で、リーダースキル、闇の2コンボ以上でダメージを半減、攻撃25倍、2加3の固定値ダメージの闇属性 HP2 倍と回復力が4倍。耐久力も高い。普通に強いですね。これ、リーダーとして。まあじゃあ最近パズドラ始めましたみたいな人がねこれ引いたら結構強いと思います。はい、運用しやすいんじゃないかなっていうところですね。武器に関してはめっちゃ強い。スキブ闇ドロ強プラスヒドロ強プラス7強の3ターンヘイストしながらの、ダブル吸収無効、無効貫通もするわ。どこ取っても強い、どこ取っても強いです。はい、武器で S ランク入りするかなみたいな。なんだったら部屋よりどうしようかな。今の環境だったら、こう来てもいいんじゃないかな。まあ、マトゥルと、どうかな。どうかな。でも、マトゥル軽減ループ強いからな。まあ、こんな感じでいいかな。はい、まあ、そんな感じでいきましょう。武器も今後使われそうですね。これめっちゃ強いと思うわ。はい、そんな感じです。はい、リアリティが次下がりますね。名前が、なんか武士道みたいなやつ。誰だっけ？火属性か。火闇か。火闇だと、名前が、君誰だっけ？ただかつ。はい、それですね。ただかつは、スキルでね、たまに採用したくなる。2ターンで出てるスキルですよ。水ドロップ消せなくなります。操作時間延長します。ロック解除して火を3個生成。まあ、つまり消せない解除としても使えると。これ2ターンでできるんですよ。強くね？スキル強いっしょ。消せない解除プラス操作時間延長の火ドロップ生成。ロック解除もします。結構便利なんですよ。ただその他覚醒がね、なんかって感じで採用しないんですけどね、いつも。でも毒耐性を持ってるから悪くないんだけど、もうなんか中途半端、火力が。火力がね、十字持ってるのもいいと思うんですけどね、バインドは素で持っといてほしいけど。はい、まあそんなところでね、スキルはめっちゃいいと思う。毒耐性も補えるのもいいと思う。十字でクライムメザイも解除できるのもいいと思う。意外とね、便利なもの持ってます、このキャラクター。はい。で、アシスト進化に関しては毒3つ、チーム1日々チーム回復の十字と。まあ、いらないと思います。はい。B ランクの、まあ、前の方、この辺にいてもいいんじゃないかな。まあ、悪くないと思いますよ、このキャラクター。採用率はあっても。多少なりともあってもいいかなと思います。はい。次いきます。アタランテでしょ、君の名前は。ちょっと育成してなさすぎ。アタランテ、まず進化前、封印2個、スキルプラス、スキルプラス、10強2つの、水コンのバランスキラー2つの、超覚醒のバランスキラーあると。1ターンなので毎ターン打てますよ。落ち込んは毎ターンなくなってくれます。水3個生成。まあ、毎ターン3個生成してくれます。いらないです。武器は水です。今日3つに泥きわって枝豆ですね。いらねえ。いらねえ、このキャラクター、マジで。当たらんって、もうお前、D でいいよ。これいらんわ。ほんまにいらんな、こいつ。マジでこいつ役割なくない？驚くぐらいに弱くないか、こいつ。武器、相当武器がない人はいいかもしんないけど、いらんくない、これ。驚くわ、ほんまに。だって、この次に紹介する雨の村雲、これと比較、同じリアリティだよな、雨の村雲と。同じリアリティで、それみたいな感じになりますよ。雨の村雲、スキーブプラスの封印のチーム HP3 つ、10強2つ L 字ですね。で、超覚醒をバインドスキーブプラス L 字と。で、3ターンで打てる無効貫通プラスコンボ加算、強い。チーム HP 素手3つ持ち、強い。ウルフデートなとかロイヤルノーチラスも使える。いやー、強え。A ランクだ。A ランク。これ、くくり姫より前に行っていいんじゃない？これめっちゃいいと思うよ、村雲。これは、普通に引けたら勝ちですね。これ狙って引くまであるよ。アタランテと同じレアリティとは思えんね。全然違うけど、性能みたいな。アタランテどうにかしてあげた方がいいと思う、あいつ。はい、まあ、そんな感じですね。武器は、バインドチーム HP のリプラの追撃です。まあ、武器はいらんかな。そんなところです。次。名前がわからんね、君。テルマエロマエみたいな。誰だ？また絶対育成してない、俺、このキャラクター。はい。そうですね。もうこの機会にね、いい機会なんで、育成しますよ。2ウェイがあるね。スキルプラスの2ウェイが4つあっての10強ずつの、マルチブーストが2つです。体力キラーがあります。体力タイプに対してマルチで火力が出ます。すごいピンポイント。8ターンで打てて1ターンチェーンの6コンボ加算。で、生成陣。指プラ。いらねえ。いらねえ。ここでいいや。
いや、これでいいと思うわ。うん、本当に。もうそのレベルいらん。はい。次、君の名はね、わー、テンフーファってやつだな、これね。はい。もう、キャラ使ってないキャラ、マジで育成してないです。はい。テンフーファに関しては、指プラの封印にこの暗闇完封、毒眼完封。あ、これは偉いね。10強、7強2つで、中学生回復エルジあるので、あ、スキブスで持ってないから、回復エルジ、スキブ最低でも、まあ、3つにはできるか。7ターンで打てる2ターンなので、属性吸収無効と闇ハウス、水ドロップ、闇に変化し、闇ドロップはロックしてくれます。まあ、耐性を埋めれるというところで、一応強みはなくはない、みたいな。で、デフォルメに関しては、10強とバランスタイプに対して火力出ますね、と。で、1ターンで毎ターン回復4個生成しますが、毎ターン回復は0です。はい。まあ、なくてもいいけど、D まで落とすほどでもないって感じかな。まあ、C ランクの後ろぐらいなんじゃないでしょうか、という感じです。次、名前が全くわからん、これ。全く育成しない本で。誰君。オルキス。はい。オルキスですね。バインドスキルプラス封印雲。無効感10強7強2つ闇コンボ強化。スキルプラスとかありますけど、特に覚醒に強みはないです。6ターンで打てる敵全体50万部です。覚醒の子の全回復、最上段と最下段、最上段と最左端を闇に変化。あ、10個作るパターンですね。6、5番面であれば。うん、そんな目立った強みはないですね。デフォルメに関しては、スキブ最高6個になりますよ。あとはまあサポートですね。4ターンで落ち込ん2ターンなし、操作時間延長ルーレット生成です。弱えぇ。弱えぇって感じ。はい。まあそんな感じです。はい、次行きましょう。目が隠れてる人ですね。君は誰でしょう。フォースポークに出てきそうだな。名前。あ、一応育成してるよ、俺。一応育成してる。じゃあ、P であげとくわ。スキブ4つ、封印指プラ2つ、毒お邪魔完封十字。あ、サポートに特化できてていいね。で、ただまあスキブプラスあったりします。スキブ6個持ちにできるのか。で、12ターンで3ターンチェーンのロックができますよっていう感じですが、うん、まあ採用はしないですね。武器バインド、チーム回復2つ追撃、3ターン遅延。うん、まあ、武器は別に悪くないかな。チーム回復とバインドを補って。言ったらエンジェルストランペットみたいな。まあ、そんな感じですね。チーム回復とバインドを補いながらの、遅延というところで。あれ4ターン遅延でしょ、エンジェルストランペット。チーム回復も、うん、もう1個多かったはず。うん、劣化版。まあでも、武器評価まあ言うても使わんか。まあ C の一番前ぐらいでいいんかな。まあそんな感じですね。はい、次行きましょう。さらにリアリティが下がりますかね。パールバティですね。パールはね、普通に強いです。リアリティ4で、回復努力をね、4つ持ち、まあ2つプラスで持ちの、5ターンで打てる操作時間延長と覚醒無効消さない解除です。強いです。はい。スキル強いし、普通にリアリティ4で、まあカイドウみたいな感じで、ちょっとリアリティ縛りきついようなところにも入れやすい、プラス、武器強いですよと。努力強2つの回復努力強の指プラで、まあ覚醒無効とか解除できます。はい。この武器普通に使うからな。普通に攻略で使うんですよね。これはね、B か A かって感じですね。B ランクの一番前か A ランク。パールバッティはでも個人的に評価は結構高いですよ、僕の中では。持っておいてほしいキャラ。ここら辺に入れてもいいかもしれない。結構いいキャラだと僕は思ってますよ。そんな感じです。次、行きましょう。名前が新キャラはわからんよ、この人。毎ターンロック解除する人です。はい。イグドラシル。無効貫通で貴族性で火力を出せるようなキャラです。キランを持ってます。一旦で毎ターンロック解除と木をドロップ強化します。多分、今後貴族性の無効貫通が仮に流行ったとしても、いらないか、みたいな。木ドロ強、まあね、ドロップジャッカがよほどきついんならいいけど、結局ドロップ強化での武器でどうにかなったりするし、ロック解除もまあ生成についてくれればいい話であって、まあまあまあ、使うかもしんないけど、なくてもいい感もあるね。武器も、副属性付与ドラゴンキラー 50% 以上強化。武器はあんま強くない。って感じですね。B ランクかな。B ランクの、そうだな。まあ、このあたりかな。
このあたりなんじゃないかな。まあ今後にちょっと期待はあるけどって感じですね。操作時間延長とかあったらいいんですよね、ここに。それあったら結構強いと思いました。はい、そんな感じですね。1秒でもいいから延長してほしかったな。ゴエモンでーす。ゴエモン、ゴエモン、ゴエモン、ゴエモン。育成した記憶がある。はい、オッケー。バインド封印中命チビにこの L 字ありますよーと。で、実況。5ターンで打ってる L 字でエンハンスループしてくれます。回復力もエンハンスループします。あれ来るじゃないですか。勇気10代くん。うん。あれが一応光属性の L 字、一応、まあまあ、L 字っていうか無効貫通かもしれないけど、うん、まあ一応ね、使えなくはないんじゃないみたいな。まあそんな感じです。はい。うん、もしかしたら、もしかするかも。武器は副属性不要、操作か L 字。いらない。そんな感じですね。うん、本体が、もしかするかも。本当にすごいわずかな可能性が、B ランクの、いやー、ベルテ。まあ、超つなげ、まあ、まだ超つなげよりは、可能性あるかも、みたいな。まあ、このあたりかな。まあ、でも言うてなんやかんや使わないと思いますけどね。うん。まあ、そんな感じですね。はい。以上ですね。ガチャキャラはこれで全部のはずです。抜け漏れはないかなと思っております。はい。ということで、こんな感じにしてみましたが、まあ、ヘラを A に落とすかどうかみたいな感じですよね。まあ、火力高いし、一旦 S でいいんじゃないかな。幽霊つけるんなら、まあ、そんなもんで、いいんでねえかなと、思います。はい。まあ、そんな感じですね。うん、ガンホーコラボ、今回比較的、どっちかといえば、しょぼい寄りだったかもしんない。あんまり、なんかこう、盛り上がるほどのものはなかったかな。まあ、低リアリティが多少強かったかな、みたいな。まあ、そんな感じでしたね。今回、次来る遊戯王コラボも、なんかまあ、微妙な感じの雰囲気を感じてますが、どうなんでしょうかと。また実際にね、キャラ使いながらね、最終日あたりで最終評価もね、こういう風に決めていこうと思います。はい、ということで、少しも参考になったら面白かったよって方は、高評価、チャンネル登録、Twitter、フォロー、ピープスのグループ参加も、お待ちしております。詳しくは概要欄からよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。